はい、皆さんこんにちは。今回使っていくのは、いや今回もティアラメンツですね。今回使っていくティアラメンツはこちら、楽園ティアラメンツですね。まあ、もともと OCG では石津の実装って結構後だったんですよね。ティアラの実装より後に石津が来てますので、それより以前は楽園ティアラメンツが主流でした。その後に石津が来て石津ティアラになっていったっていう感じですね。ですけども今回マスターデュエルの世界、先に石津が来ておりますので、まあ、石津ティアラがまあ最強ではあります。最強ではありますけども、やっぱり楽園にも活躍してほしい、そんな思いで作ったデッキがこちらの石津楽園ティアラですね。60枚デッキになっています。まあ、そもそもやっぱりデッキ融合ができる楽園融合と、効果で墓地に送られたら融合する楽園ティアラメンツっていうのはかなり相性がいいので、まあ、そこに関して、墓地に落とすと旨味のある楽園パーツをぶち込みつつ、デクレアラとかをぶち込んでいったデッキタイプになりますので、このデッキでデュエルしていこうと思います。まあ、そもそも楽園ティアラメンツの強みって何なんっていう話ですよね。別に強みがないんだったら石津ティアラメンツ使ったらいいじゃんっていう話にはなってくるんで、まあ、その楽園ティアラメンツの強みを話していこうとは思うんですが、まずなんといっても除外キミックにそんなに言うほど弱くないっていうところですね。まあ、悲劇のデスピアン、そしてドラマトルギア、アドルビテム、並びに、ルベリオンだったりは別に除外されたところで特殊召喚はできますし、効果も発動できます。まあ、そこに関してティアラメンツは除外されると効果を発動できないだったり、墓地に送る必要があるんでそのコストを払えないからトラップカードを発動できないなんていう場面もそこそこあります。ですが楽園というフックをかけることにより、そこの除外に対する絶妙な弱さを補える、そこが強みとなっています。ただ今回は、除外ギミックを活用してくる相手とデュエルできなかったんで、そこはちょっと微妙ですけども、ここなぜかね相手ね強奪なんですよ。意味が分かんないここ。まあ多分これで止まると思ってるんでしょうね。止まらないんですね。で楽園ティアラメンツにする限り、まあ、墓地肥やしがめちゃくちゃ入ってきますよね。楽園断罪は墓地から除外することによって墓地の楽園魔法トラップカードをなんと手札に加えることができるんですわ。手札に加えるってことはもうそれはもう最強ってことですよ。悲劇のデスピアンだったらただのセットだし、あいつ基本的にねあのサーチ効果使っちゃうんであの効果使えないんですよね。ただこれが手札に加えるなんで、そのままセットしたカードも、落ちたカードも発動できるってわけですね。で何よりこのエルドリッチの存在、楽園には、今回落ちてるかな。まあ、今回落ちてないんですけども、楽園の起源っていうトラップカード、まあ速攻魔法がありまして、それにより墓地送り効果だったりエルドの蘇生効果だったりを使うことができるんで、そこがめちゃくちゃエルドリッチと噛み合ってるんですよね。でなおかつ赤の楽園により、ガーディアンキマイラの起用、まあ、ティアラメンツだったら普通に融合魔法カードを使う必要があるんですけども、速攻魔法赤の楽園がありますので、今みたいに、殴った後に融合、そしてバトルフェーズ中に相手のバックを除去しに行くっていう動きも通せるんで、まあ、そこはね本当に石津ティアラメンツと違って楽園ティアラメンツの強みとなっております。で、まあ、弱みとは何かっていう話ですよね。楽園ティアラメンツの弱みとは何かなんですけども、まあ、ひとえに安定性ですね。楽園そして石津ティアラが入っていますので、めちゃめちゃオチが偏るときは偏って5枚落として何にも発動しないとか、まあ、たまにあります。でなおかつこんな風に落としていても、今回ケルベックが落ちてくれたんでいいんですけど、今石津が落ちなかったら、まあ、それだけで融合できませんわな。今もそうですね、ケルベックを起動しましたけども5枚落ちたのが、デクレアラデクレアラ無限包容ウララ悲劇のレスピアンっていう風に、まあ、6段落ちしない時も中にはあります。だからそんな時に、アルベル並びに楽園融合だったり、キットだったりその辺聞いてると、楽園融合から最低限の動き、とりあえずミラジェイドを立てるところまではいけますっていう感じですね。まあたまにそのティアラでも事故る時あるじゃないですか。ティアラでも事故って、あのわざわざキトカロスとかいうあの女墓地に送ったのに何にも起きないみたいな時がある。そんな時をちょっとでもケアできるっていうのが、まあこの楽園ティアラメンツの強みとは思いますね。まあまあ弱みでもあるかな不純物がどうしても多くなってしまってるんで、そこが弱みになり得る時もあります。まあこんな感じで特に今もねキトカロスの効果を使って5枚落としたんですけども、6ダモン落ちてませんわな。ティアラメンツが起動しないんでルルカロス落ちたいんですよ。まあここが弱みです。ただこの楽園の起源、楽園の起源っていうカードは、手札のモンスターを相手に見せて、そのモンスターと同じ種族で攻守が2500のレベル8融合モンスターをエクストラデッキから墓地に送って、見せたモンスターを捨ててアルバスの楽園が記されたカード名、まあ、つまりキットですわな、そいつをサーチできるっていう効果なんですけども、
ティアラメンツ全員水族なので、水族のレベル8、守備力2500のモンスター。そう、こちらのティアラメンツルルカロスを墓地に送りつつ、手札のティアラメンツを墓地に送るんで、まあ、落ちに関係なくキトカロスの融合までつなげることができます。そこも強みの一つではありますけども、まあ、個人的に楽園の起源、3枚積むカードですかって言われたら違うんで、今回は1枚だけの採用です。まあ、最悪ね、次のターン、ティアラメンツトップで引いたら、ティアラメンツ展開に入れるので、まあそこはいいかなって。ただこの盤面、うんちですよね。ミラジェイドしかいない。相手はパンクなんですけど、そのミラジェイドも、あの、名誉結界派、まずは名誉結界派候補に込められてしまったんで、ただ、あの、まずは名誉結界派候補、まあ有名な構文ではありますけど、あれなんであんなにドヤ顔で、それではこの盤面を突破してみましょう。まずは名誉結界派とかいうあんな構文になったんですかね。あれ頭おかしいよな。ワイはみんなが知らないカード知ってるんだぜ、名誉結界派って言うんだけどみたいなテンションで言ってきたんで、いかれてるなって今でも思います。まあ、とりあえずティアラメンツサリークの効果でティアラメンツシェイレーンですか、今のはシェイレーンかなんかを墓地に送りつつルルカロスの融合召喚、そしてペレレイの効果で1枚破壊ですね。でさらに効果は無効になっていますけども、アルビオンをコストとして墓地に送ることができるんで、その効果によって赤の楽園をサーチと、で赤の楽園そのまま使っていきましょう。アドリビトムを手札に回収しつつ、ミラジェイド、アルベル、アドリビトムの3体で融合召喚ガーディアンキマイラ、ここのガーディアンキマイラに無理なくつなげれるっていうのも楽園の一つの強みですね。本当に、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、これで2枚割りつつワンドロー、そしてエルドリッチ、楽園断罪は墓地に送った方が強いんで墓地コストとして最適ですし、まあ、そもそもこちらの悲劇のデスピアン墓地から除外することによって墓地の楽園魔法トラップカードをセットできるんで、まあ、そのセットしたらエルドリッチが起動するということで、楽園にエルドリッチを混ぜるのはかなり強いです。やっぱり、まあ、こいつそもそもアルビオンのコストになりますし、まあ、あとはぶち殴って勝ちですわな。まあ、こんな感じで、オチが下振れることもあれば上振れることもあるそのオチによってもっとティアラメンツよりもパチンコ感を楽しみたい方にはおすすめとなっております。明確に強みもありますし、明確に弱みもあります。ということでデッキレシピはこんな感じ。ティアラメンツが OCG に来た当初は、本当に最小限の楽園ギミックだけ出張させて、まあ、本当コンパクトに40枚に収まっている楽園ティアラメンツが当時流行っていましたが、石津が来てしまった今、とてもとても40枚に収まるようなデッキではありませんので、こんな感じになっています。ただこちらの楽園融合だったり楽園開幕だったり、この辺を使ってしまうとリンク召喚はできないので、そこだけご注意ください。まあ、基本的に融合で攻めていくデッキなんで関係ないですね。まあ、なおかつ楽園断罪ですが、こちらの黒ゴリュウ、アルビオン、こいつを初動で引いていれば楽園断罪を墓地に落としつつワンドローっていう風にもできるんで、まあ、便利なカードですね。で、良くも悪くも楽園ギミック、楽園融合がないと死んだんじゃないのってなっちゃうんで、アルベル2枚、そして楽園融合が3枚、さらにキット1枚プラス、楽園開幕2枚と割と多めに積んでいます。ティアラメンツはね、まあ、正直1枚いたらなんとか仕事はできるでしょうっていう感じですね。まあ、石津ギミックの方を引いても仕事できる可能性はワンチャンありますし、今回はデクレアラディバイナーなんかも搭載しています。バロネスが入っていないので気になる方はバロネス入れてください。ただほとんど出ないと思いますということで、こちらの楽園ティアラメンツ、ティアラメンツに比べてマジで除外に対しては割とやれます。強いとは言わない、やれる。そこは本当に強みです。ただ弱みとしてはガチャガチャの精度がマジで低い。気になる方は60枚ではなく、まあ50何枚とかに削りに削って面白いと思いますので、ぜひ使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。